やった勝った5年に及ぶ本当に辛い日々をこうして今日は判決が出たっていうことは本当に皆さんのおかげだと感謝しております。訴状などによりますと、三重県鈴鹿市の女性と次男は病気を抱えて2019年から生活保護を受けていました。市は次男の通院に限って車の保有と利用を認めましたが、運転経路や要件などの記録を出すよう要求。その後、親子が記録を出さなかったため、おととし9月に支給を取り消す処分を出していました。これに対して親子は、運転記録の提出は憲法が保障する移動の自由に違反するとして、処分取り消しと損害賠償を求めて裁判を起こしました。3月に通知裁であった一審判決は、市の対応は違法だとして、停止処分の取り消しと20万円の支払いを市に命じ、判決を不服とした市が控訴していました。今日の控訴審判決で、名古屋高裁は、停止処分は親子に重大な不利益を生じさせた、正確な運転記録を指示する必要性は低かったなどと指摘。一審判決と同様に停止処分は違法だとして取り消しと合わせて11万円の支払いを命じました。鈴鹿市は主張が認められなかったことは残念などとするコメントを出しています。